ラナンルリー・ラナンルリーは、アメリカ合衆国の風刺漫画家、ジャーナリスト、イスラエル出身、戦略国際問題研究所の上級参与で、国際連合特派員協会員、雑誌カートゥーニュースの編集者も務める。日本では、朝日新聞と1983年から1984年にかけて、専属契約を結び、連載を持った。1974年に、 アメリカ市民権を取得して帰化した。コネチカット州グリニッチに不動産業を営む妻と暮らしている。映画、テレビディレクターのロッド・ルーリーの父親である。メンサの会員でもある。国連の精神と理念の伝達を増強、促進、支援する上で功績のあった漫画を広く認識させるため、国連特派員協会賞にラナン・ルーリー政治漫画賞が2000年に設けられた。 この賞は総額1万8000ドルが贈呈される。ルディはギネス世界記録に2つの分野で掲載されている。一つは世界で最も広く掲載された政治漫画家。もう一つは現存する中で最も古く家計を遡れる家族の一員である。2006年に風刺画家のプランチュとコフィーアナン国際。 連合事務総長によって設立された風刺漫画家の国際ネットワーク平和のための風刺漫画の会員である。ルリーは朝日新聞との専属契約時代に太郎さんという日本の国を象徴するキャラクターを創出した。この背景には日本にはアンクルサムのような国を象徴するキャラクターがなかったことと釣り目やメガネにデッパといった欧米でのステレオタイプな 日本人像を変えたいという狙いがあった。太郎さんは重量上げのユニフォームを身につけた青年で頭に日本と書いた鉢巻を締めユニフォームの胸には赤い円が描かれていた。このキャラクターはルリーの描いた風刺漫画で多用された。朝日新聞との契約満了の際、ルリーは朝日新聞の名誉客員に任命されたがその理由の一つに 太郎さんの喪失が挙げられている。ありがとうございます。